はい、どどん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 、トンペ、トンペです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとう、トペです。本日は5月23日、エスコンフィールド北海道で行われました、日本ハムファイターズバーサス、オリックスバファローズの第3戦目を、え、振り返っていきたいと思います。いやー、今日日本ハム、えー、オリックスに9対3で、えー、負けてしまいました。が、がですよ、皆さん。今日ね、負けましたけど、日本ハムなんやかんや、 昨日、おとといと、去年とおととしのチャンピオン、オリックス・バファローズに勝ってますから、カード勝ち越しでございます。いや、もうこれ、ありがたいことやん、もうな。もう、な、そんな、ソフトバンク違うんやから、日本ハムは。ね。もう3戦取れたら、それは嬉しいよ。3戦勝てたら、もう文句なんもないけどさ。まあでもさ、そこは、まあ去年、おととし最下位やったから、日本ハム。 ね、きょ去年一昨年やったら1勝するのもカードで1勝するのも大変やったやんそれが今年は2勝さ先にしかも取れてんねんでそうだからさ2勝いっぱいでこれてるっていうだけでもう僕は合格点ですよいや素晴らしいじゃんみんなで褒めようやんねそれはねやっぱりねあの人っていうのはあの10個いいことあってもね 一個なんか嫌なこととかあかんこと、ついてないことあったらね、そこばっか気にする。うん。まあでもね、勝ってんねんからに、ね、昨日、おととい。だから日本ハム今日負けましたけど、まああの、落ち込むのはやめましょう。ね。あの、僕も試合終わった後呆然してましたけどね。傍 <laughs> 然しましたけど、でもまあ、でもさ、あの、も、ま、う、あ、それ負けたら、やっぱそれは悔しいですよ。悔しいけど、もう。 これでもすぐ切りり替わります、はい、まあ今日はねなんといっても上原健太投手がね先発でまあオリックスは高島投手っていうね素晴らしいピッチャーがねあの登板されてまあオリックスはブルペンデーだったんですけどまあ日本ハムも結果ブルペンデーになりましたね今日ね <laughs> まあまあ上原健太投手な今日は頑張ってほしかったけどなまああのね一1軍 開幕ローテーション今年ね、しっかりつかんでさ、あのー、開幕ね、1軍で <laughs> 投げてたけど、まあ、ちょっと調子が上がらず、まあ、2軍で調整されて、で、そこの2軍では結果出てたんですよ、上原選手。で、<laughs> 1軍でどうなるか、えー、今日楽しみだったんですけど、まあ、上原健太投手のね、いいところっていうのはね、もうフォアボール 去年から新庄監督にフォアボール出すなって言われてたんですよね、上原投手は。だからもう、もう打たれてもいいから、フォアボールだけ出さんとってくれって。それやったら一軍に折らし続けるってね、新庄監督言われてて。で、そっからさ、あの、上原投手良くなって。で、まぁ、あ、今年も開幕切符掴んだわけやん。だから、その上原投手の良さは正直今日出だへんかったな。うん、先頭にあのフォアボールやったからね。うん、で、まぁ、あ、そっから、まあ、点、 まあ、取られまくって。まあ、気づいたら、あのー、6対0になってたね。<laughs> もう、オリックスの誰が打ったかとかも、覚えてない。みんなヒット出てたもん。うん、まあ、でも、ね、上原投手も、さそんな、抑えようと思って投げてるからね、打たれようと思って投げてるわけじゃないから。まあ、しゃーないっすよね。うん、まあ、ほんで <coughs>、向こうのね、あの、打線もやっぱ強力ですよ。 一回火ついたらやっぱ、猛虎打線っていうのはね、あのー、あ猛牛打線はね、止まらないですからね。うん。いや、でも、ね、その後、まあ、6、鈴木健也投手が5イニング投げれたっていうのを結構ね、あの、良かったよ。うん。まあまあ、若月選手にツーランホームラン打たれても8対0になったけど、まあでも、ね、途中から満塁で嫌な場面でね、登板したけどさ。 しっかり5イニング投げて、まあ、先発もできますよっていうのをね、あのー、またね、アピールできたと思うんですよ。で、えー、鈴木投手もね、あの最近投げてたからね、投げてたのに、いきなり今日ロングでね、投げるっていう風になって、難しい登板だとと思うんですよ、鈴木健也投手も。でも、しっかりね、今日もあも、のー、投げてくれて、なんとかゲーム成立したの、この鈴木選手のおかげですよ、鈴木選手に拍手。 そして、あの、マイナスポイントだけじゃないからね。今日、ロドリゲスも投げて、ロドリゲス抑えたし。で、あのー、堀水希投手がね、2軍に行って、代わりに山本匠投手がね、上がってきて。まあ、ね、2イニング今日行って、1イニングはね、完璧に三者凡退で抑えて、まあ、もう1イニングはね、開またぎで打たれましたけど、まあ、そこは気にせんでええと思いますね。うん。で、なんと言っても、野村祐希選手がね、今日あのー、 J が猛打賞やから。もうこれ副長やからね。もうめちゃめちゃ調子上がってるから。うん、もうこれ、完全復活でいいんじゃないですか、野村ゆうき。もう今日も打席で、もう今までのさ、あの、迷ってる時の野村の感じちゃうやん。もう、打ちますせ打ちますせーの野村の感じになってたから、僕は今日でも J 復活言っていいんちゃうかなと思いますね。この前も、ね、 QVC でホームラン打って、で、昨日も井口選手から三塁打って、で、今日三本ヒット打ってねえからね。あの、絶好調でしょ。うん、で、なんと言っても、えー、日ハムの今日の3点は、えー、グアチョウよね。グアチョウ。アリエル・マルティネスのスリーランホームラン。<coughs> あれは、あ、いけるかもってちょっと思ったよね。8 <laughs> 対3やったけど。あ、いけるかもって思いましたね。うん。あれはでも、ほんま今日もね、日本ハム、 ヒットもね10本以上出てたから、うん、みんなチャンスね作ってたんやけどな、うん、まあまあしゃあないわあと1本が出へんかったっていうだけや向こうのピッチャーもねあのいいピッチャーやからで,でもそのアリエル・マルティネスのホームランが結構、あのー、日本ハムは沸きましたよね、うん、で、えー、その後、えー、田村優愛選手が今日、えー、5打席経ったということで、まあ、2安打打ちましたし えー、規定打席に到達しましたいやもうこれはね日本ハムのイチローやからあもう首位打者ね僕は取ってもらいたいねあの取れるキャッチャーですよ今ね珍しいやん打てるキャッチャーがいるっていうのはねやっぱキャッチャー今ね守れたら十分っていう時代になってますからそれを守れて打てて走れるキャッチャーがいるんですからそれが田村優愛ですからね いやタミヤ優アですからね、あのタミヤ選手、えー、これでますます勢いに乗っていってくれると思います。で、まあ、まあまあ、ノーアウト満塁な、チャンスきょ作ったんやけどな、えー、まあ、相手のピッチャーのね、フォークがね、あの良すぎたね、うん、チャンスでなかなか打てんかった、まあ、あの加藤豪将選手のところがあれかな、結構、あの三振もったいなかったなと思いましたね。まあ、難しいけどね、うん、ノーアウト満塁 ななかなか点入らんっていうのよね結構、まあ、簡単にね素人目線から見ると犠牲フライで1点とかさ、うんうん、スクイズやったらええねんって思うけどやっぱ難しいのよねそれがねそうそうまあまあそういう日もあります加藤豪将選手松本選手郡司選手がね打ち取られてノーアウト満塁のチャンスな点取れんかったなまあまあそこは悔い残るけどまあでもしゃあないうん、しゃあないっすで えーね、井口投手も見れたし、えー、なんといっても吉田康生投手もね、えー、最終回に投げてくれて、まあ、ピンチ作りましたけど、あのー、日本ハムの、ね、打線を万波中正とかもね、えー、野村勇樹選手も抑えて、えーまあ、吉田康生選手がエス、えー、コーンに凱旋してくれたっていうだけでも、まあ、ハムファンからしたら、あのーまあ、いい試合を見られたなっていう風に、あのー、思いましたけどね。 うん、まあまあ今日みたいな日もありますうんまあでもあの明日明日です明日金村昌磨投手が楽天戦投げますんで、はい、明日は何としても勝ちましょう明日勝てばいいんですよ、うんまあ、今日負けてもねで、まあ、2軍でもねこの前も浅間選手もホームラン で清宮選手も2試合連続ホームランとかあって結構2軍でもいい選手が今いるんでいやもうこれ清宮選手浅間選手もね1軍に合流してほしいですよね、うん、合流してえー、まあこの浅間選手はいてほしいねやっぱね <laughs> あのオープン戦めっちゃ調子良かったからねあのチームで一番良かったからまあ浅間選手そして清宮選手が 加われば今の日本ハムに鬼に金棒っていう状態になるので。まあ、この2人の復活は楽しみにしてます。で、あと根本投手ね。根本投手もちょっと一軍で登板した時、あんまり良くなかったけど、まあ、でも日本代表でね。選ばれてるぐらいの選手やからね。この根本選手が。 あの、一軍の先発ローテに、ね、途中からでもええから入ってきてほしいなっていうのは、個人的に思いますね。うん。金村投手もね、投げてるんですから、開幕ローテで争ったね。うん。あとは柳川投手。柳川投手もね、えー、楽天戦で投げるっていう聞いたので、ちょっとここも楽しみですね。今、福島投手がね、支配下登録して、あの、活躍してますんで、この柳川投手も楽しみですね。はい。あの、なんか、 YouTube で映像を見たけどえげつないフォーク投げてたね <laughs> あほんええー、球掘るよあれほんま新庄監督が言ってたけど、ねあのー、12球団で一番の、あのー、抑えのピッチャーに将来的にはなると思いますって言われてたぐらいの逸材ですからねいやもうその選手を、えー、また、ね、見られるのも楽しみだなと思いますあとバーヘーゲンねバーヘ、あのーゲンも一軍に上がって 早く投げてくれる姿を見たいと思いますんで、はい、まだまだね日本ハム、あのー、深さありますからまだいろんな選手がいるのであのこれから、えー、期待していきましょう。ということで、まあ、今日は、えー、負けましたけどね切り替えて、えー、明日からまた張り切っていただきましょうということでまずはあのオリックスに、えー、2勝1敗で勝ち越ししましたんでまずみんなで褒めましょう。 褒めましょう褒めましょうそうそう2勝1敗でいけばいいんですよ2勝1敗2勝1敗で負け越さなければあの絶対あの最後あのいい状態でソフトバンクと戦えると思うんでこの負け越さないっていうのが僕は結構あの大事だなと思っておりますはいということで、えー、今日もですね皆さん「俺はこう思った私はこう思ったわ」など、えー、皆さんの、えー、感想をじゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思いますんで えー、よろしくお願いします。ということで今日も皆さん見ていただきましてありがとうんぺでした。